はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もテーマアクアリウムプレイしていきます。いや、久しぶりの更新となりますけど、はい、なかなかね、この裏作業をやる時間がなくて、なかなか動画上げられなかったんですけど、ようやくね、前回言ってたかな、イルカショーを開催できるような感じになったんで、はい、今回は、ラストでね、イルカショーをやっていきたいなと思います。その前にですね、これ結構やり込んで3年目となってますけど、もうなんか嫌がらせレベルの女の子の声が聞こえてきてますよね。これしかないっていう。あ、なんか病気になってんな。相変わらず病気にはなってるんですけど、まあこれはね、もうドクターにやってもらって、はい、こんな感じでもうみんなが喜ぶね水族館となっています。で、裏作業中にね、こういう、これはなんか怪しい業者から買ったんですけど、株とかに、とかこっちは本当に漁業に出かけて取ってきた、魚でスナメリ、はい、これも取ってきたんですよね。こういうのねやりたかったんですけど、まあちょっともう裏作業で取ってしまったんで、はい、今回はちょっと結果だけの報告となりますけど、はい、かなりねいい感じに経営できるようになりました。そしてね、このゲームなんか結構スルメゲーみたいな感じで、やり込むほどなんか面白いですね、このゲームかなりの名作なのかもしれない、この水族館の経営ゲームとしては。いや、本当にこの軌道に乗り始めてから、あ、このゲームこんなに面白いんだっていうのがあってですね、まあそれを実況したかったなって思ったんですけど、はい、今回はもうイルカショーでラストでやっていきましょう。イルカ関連でショー開催、その前に、もう状況はこうなってるんですけど、はい、どれぐらい成長したかっていうのをね、見せていきたいなと。はい、バンドに関してはかなり強くて、こいつ、はい、こんな感じとなっています。もうかなり技も覚えて熟練度も高いと。で、無能ですね、無能もかなり鍛えて、はい、こんな感じで、まあ使えるぐらいになったかなと思います。他にもね、こういうイルカ来てるんですけど、こいつらはあんまり鍛えれてないですね。イルカル、もう適当に名前がなってきた。4番こいつ強そうなんですけど、あんまり調教してないんで、はい、まだまだ弱いと。それで、ここ緑のイルカなんかいると思ったんですけど、このゲームだといるみたいですねよし、じゃあ開催していきましょう。はい、まず何頭でショーを開催するんだろう。お、なんだなんだ、イルカ選択画面。まずはバンドですよね、出演。おお、で無能、行きましょう。いけるかなこいつら。イルカル、イルカルまずいけど行こうか。よし、じゃあ3体で、星が7、5、4となってますね。どうなんだろう、出演回数はみんな0と。よし、行きましょう。プログラム作成方法、マニュアルオートでいいかなこれは。あ、大丈夫こんなのえ、できんのこれマジで。まあどうぞいや、知らないけど、ん、出演率、あ、そういうことか。あ、いいんじゃないですか。あれ、お客さんは、あ、やってる、何これ、何これ、あ、お客さんの興奮ゲージみたいなのがある。え、スルージャンプ、おいしい、いや、あなたが決めたんじゃないですか。オートにしました。お、できてるできてる。音がなんかBGM が合ってない気がするけど、あ、喜んでる喜んでる。ボール運び、どこに、どこに運んでいくの。あ、できてんな、バンドと無能できてますね。ダンス、いやいや、あなたが組んだんじゃないですか。疲れてる、あれ、ダンスしてるかあいつ。あ、こっち、やっぱバンドが相当有能ですね無能の方は怪しかったですね、今のダンスは。フープ運び、めちゃくちゃ疲れてんじゃないの。てか、お客さんあんまり喜んでなくない。あれ、あいつなんか別のことしないかあいつ別のことしないか。なんだ、何やってんだこいつらいやいや、知りませんよそんなの逆立ち、おお、あれ、あいつはもう疲れたってことか
バンドだけ真面目にやってるって感じやな。他もう適当だな。フープスピン。いや知らないよ、ほんと疲れてるとか途中で投げ出してんな。あ、確かにこれはきつい。ブラックだ、この水族館イルカをガンガン働かせてる。リフティング、右の興奮ゲージ的なものが一切変わらないんだよな。やったか今やったか。おお、やってるやってる。同時方向、同時って全然同時じゃないけど大丈夫か。尾びれキック、あー休ませないとダメなのか。えやってるこれ。もうこいつら泳いでるだけじゃないか。あ、やる、あ、やりそう。え、これエンジェルリング。いや知らないんだけど完成度やばいっぽいな。あ、マジで、あ、マジで最後の方も適当じゃなかったかあいつら。あ、マジか。あ、終わりあ、マジで、なんだろう、何これって感じだったらなんか思ったより淡々と。どうした。あ、マジでマジで今のレベルのイルカショーが放映された。いやー、ネガティブというか逆効果じゃないのあの完成度で。あ、おじいちゃん老夫婦来てますね。結構これ客の、あ、幸せだ、普通、少し疲れた。どういうこと。ポップアイ、あ、好きなあれがポップアイかタルファ。いや、すごいなすごいマニアだな。知らないよそんな魚。あ、気に入った魚ってことかな。多分この水族館にいるんだよな。あー、よくわかんないけど、どうなんだろう、喜んでくれてんのかないや、なんかイルカショーも微妙だし、何なんだろう。でもね、あの一番最初に来てくれたあの坂東がね、かなりよくやっていたとか、最後ね疲れてなければちゃんと演技してくれたと思うんですけど、もう疲れてほとんど演技できない状態でしたねみんな。うん、それ以外は最初の方は結構良かったかなと思うんですけど。なるほど、こんな感じなんですね。いや、見れてよかったってか本当にここまでたどり着けてよかったということでね、このテーマアクアリウム今回で最後となるんですけど、いや本当にやり込んだな、かなり面白そうなゲームなんですよね。もう僕はやり込みませんけどねもうちょっと他のゲームで手一杯でこれをやる時間がほとんどないんで、はい、まあね、いつか時間ができればね、これを極めたいなとも思ったんですけど、はい、皆さんもぜひこのテーマアクアリウムね、相当慣れるまで時間かかりますけど、慣れたら本当に楽しんで、ちょっと興味がある方はね、ぜひ購入してやってみてください。はい。ということで、今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、すべて秋につながっておりますので、よろしくお願いします。では、また別の動画でお会いしましょう。アポロンでした。